日本一の店舗数を誇るアクアグループが手掛けた完全新規店舗として2022年5月1日に歌舞伎町にオープン。大きな期待をかけられたアンさんが衝撃的な展開を迎えていた。代表を務めるレイヤーから告げられた言葉とは。僕の力不足、こういう結果になって本当に申し訳ないと思ってます。その言葉を受け止めた従業員の思い。最終章、導き出された答えをお届け。HostTV.com。 お疲れ様です。お疲れ様です。オープン前の4月の月始めミーティングが始まる。それぞれ4月の目標を発表したところで、重く苦しい空気感の中、レイヤー代表が話を始める。ではレイヤー代表お願いします。はい、はい、お疲れ様です。はい、今日ちょっと重要な話があるって言ったんだけど、まず一つ目に、この4月、ね、4月度いっぱいでこの店が閉店になります。2年間ずっといる人もいるし、いない人もいるんだけど、いろんなメンバーが変わってきて、今結構きつい状況だけど、それでもこう一緒に働きたいとか、この場所でやりたいっていう従業員の居場所を守れなかったのは僕の力不足っていうのもすごいあると思うし、こういう結果になってしまったけど、この店作ってよかったなって思うところはあるから。で、リュウとかコハクとかセクシーさんついてきてくれて、すごい俺は嬉しかったと。信じてきてくれたのは店やってよかったなと思って、あとはみんなもバイトになっても続けてくれるとか、他のグループにいたけど入ってきてくれるとか、そういうのがこう嬉しいというか、まあ、いろんなことがあるんだけど、まあ、理由としてはまず第一に人数不足ってのがでかかったかなと思います。もちろん売り上げとか店売りとかも考えられるんだけど、まあひどい時だと、まあ、プレイヤー4人とかもあったし、代表として2年間ずっとやってきたけど、こういう結果になって本当に申し訳ないなと思ってます。ここまで一緒に働いてくれてありがとうございます。自分の力不足だと謝り、ついてきてくれたスタッフたちに感謝を伝え、アンサーはここまでとなるが、これあんま撮影に使うところじゃなくてちょっとあれですけど、現状やっぱりその今初回に来る女の子だったりとか、飲み直しやったり枝で来てくれる女の子とか、結構正直 LINE してて、今のアンサーに行きたくないってめちゃめちゃ言われてる。きつかった時とか4人とか、それで回って飲み直しいいっすかみたいな感じで言っても多分全然してくれなかったりとか、結局退任の子もたちもこの前2人来てたけど従業員2人しかいなくて、その店やっぱね入りたくないのは当たり前で、2月3月に出て今話す話ではないかもしれないけど、どの感覚でホストやってるのかなってすごい思ってて、どの基準の体調の悪さで休んでるのかなってすごい思ったりする瞬間もあったりとかして、出勤も1日多くあったら多分もっと飲み直しだったりとか結果につながる可能性もあったりはしたんだけど、いてくれればよかったのになってタイミングめちゃめちゃ多くて、使ってる女の子の気持ちになってあげれてなかったりとか、気づきが結構少なかった部分でこういう結果になっちゃってるんだろうなと思ってるから、気持ち切り替えてちょっと協力して頑張ってほしいなと思います。関瑛太相談役からは厳しい言葉が伝えられたが、そこにはお店と従業員への深い思いあってこその言葉。閉店するわけじゃないですか、はい、レイヤーさんとか他のスタッフさんとかってのはどうなるんですか。まあ、正直申し訳ないんですけど、どうなるかわからないみたいな感じですね。まあ、一応新しい場所っていうのは提供してもらえるように言っていただいたんですけど、上の方からなんですけど、まあ僕がこれからまた代表になるかならないかっていうのはちょっとまだわからないというか、まあ、僕自身もホストは続けたいんですけど、5月に新しい店舗でこうやっていけるのかっていうのはちょっとまだ確定ではないので、4月でアンサーは本当に閉まるよっていうのだけ確定してて、次の段階っていうのはまだ進めてない、まあ、残された時間っていうのは、まあ、もちろんホストとしても頑張るんですけど、本当にこのメンバーで過ごせる時間っていうのは
1ヶ月しかないので、この店でのこう悔いのないような時間の過ごし方っていうのはしたいなと思いますね。まあショックっていうか、言い方が適切な言い方が見つからないですけど、レイヤーさんの人柄があってそれに近い従業員がずっと残ってってやってきたお店ではあるんで、まあいい人がずっといたって感じだったんで、それがみんな行っちゃってこの人数になってこういう結果になったのは寂しいっていうか、レイヤーさんについていくのは変わんないですけど、もともとアクセルいて、まあ、4ヶ月ですかね、全然売れなくてが続いてて、で新店出すからってなって代表を選んでくれて、でついてきて、で初月で売り上げできて、一時期本当に人数めっちゃいてみんないい子だった時があったんですけど、でもやっぱ甘かったのか頑張りきらない子もいっぱいいたし、それで、まあ、売り上げ上がんないわけじゃないですか、やめちゃうみたいなのもあったし、それって多分俺ら側の教育の問題もあると思うんで、そうかなって思いますね。もともと自分内勤やってるんで、まあ1ヶ月半ぐらい前に話を聞いてて、店売り自体も下がってきちゃって、店長会長とかにそういう話になるかもみたいなのを聞いてたんで、アンサーできたて当初から意味で言うとしたら悲しいなっていうのは、まあ、アンサーで頑張りたかったっていうのはよくあるんで、切り替えていくしかないのかなと。今年入ってからっていうのもあるんですけど、結構キャスト立て続けにいなくなっちゃったりとか、まあ、自分基本ボールの付け回しとかしてるんですけど、キャストを付け回すまず人数がいなかったりとか、自分とか普段初回つかない人が代わりに初回ついたりとか、店のクオリティが損なわれてしまったので、なのかなと思います。現状しょうがないかなっていうのはあって、その反面やっぱりどうしても悔しいなとは思いますね。最後の最後までちょっと上がこうかなと思ってて、人増やしたり本当に最低限のことですね、できればまたアンサーができるのかなとは思ってるんですけど、なかなか現状再起っていうことまでにはやっぱりいけなかった分しょうがないのかなと思ってます。人がやっぱ一気にいなくなったタイミングっていうのが一回あって、そのいなくなった人間が言った発言があるんですけど、僕たちいなくなったらこの季節売れますよって言われてしまって、それを現実にさせないために結構いろいろと頑張った部分はあったりしたんですけど、なかなかうまくいかなかった部分はありますね。一言アドバイスだったりとか、いいことも言われなかったっていうのはやっぱりまあ現状自分自身の責任かなと思います。人を増やして拡大点が見えた瞬間もあったりはしたんですけど、そのタイミングに人を失って最後の最後にはもっといい景色にしてあげたいなと思ってますけど、それはちょっとできなくて残念です。僕がアクセル働いてる時に自分の店を持ちたいなと思ってアンサーを出すことになったんですけど、その当時に連れて行けるメンバーっていうのが5人ぐらいとかだったんで、残ってるメンバーでいうと琥珀龍ゴリ3人で6人で最初始めたって感じで、1ヶ月遅れぐらいで関瑛太さんアクセルの時にこう働いてて、僕が代表なら戻ってくれって言って戻ってきてくれ、その7人で中心になってやってたという流れですね。会長と話して僕の状況とかこの店の状況も分かっているので、まあ、もちろん店へ残したいとか、まあ、潰したくないなっていう気持ちがすごい強かったので、二つ返事ではいとは言わなかったっていう感じですね。今まで守ってきた居場所店がなくなるってことはなかなか受け入れがたいというか、いっぱい楽しいこともあったし辛いこともあったんですけど、ゼロからお店を作るってのはすごい難しかったなと思います。絆が深く簡単には受け入れられない現実なの、悔しさをバネにこれからさらなる飛躍に期待が高まる。